ただきます。雨の六甲です。仙人がこの地で修行中、紫の雲に乗った毘沙門天がこの岩の上に現れたという岩です。出ている。ここで靴を脱ぐ的な、うん、あ、奥に、うん、階段がありますね。はい、どんどん濃くなる。よいしょ。神域ですね。よしに、あとここ滑るかもしれません。いえいえ。よいしょ。無事に帰りました。もう前が見えない。カメラだと結構映っておりますが、霧がすごいことになっております。もうすぐ先が見えません。ちなみに私たちの後ろに、いえ。早瀬の水上を下ろせて、あの早瀬って多分川だと思うんですけど、まあ、ここは川じゃないので多分違うかもしれませんが、あそこの頂点、山の場所に行って、すごいたくさんの情報が、白蜜姫様にまつわる情報がすごい集まってたじゃないですか、そこの中心地点に下ろすって意味だったんでしょうかね。こっから先早瀬というのが出てきたら、それもまた気になるところですが、何かちょっとあの巨石とかもそうですし、一つ あそこに瀬織姫様の何か良きエネルギーみたいなのが、咲き誇ったらいいなと思っております。美しい神様ですから。
私は信じます。セオリ月姫様、あと4分で来て、夜の旅だけに。Thank you.